本日午前5時58分ごろ、北朝鮮西岸より1発の弾道ミサイルが北東方向に向けて発射されました。本弾道ミサイルは6時6分ごろ、我が国の北海道襟裳岬上空を通過し、6時12分ごろ、襟裳岬の東約1180キロの太平洋上に落下したものと推定されます。現在までのところ、我が国領域への落下物は確認されておりません。また現時点において付近を航行する航空機や船舶への被害報告等の情報は確認されておりません。本発射を受け、総理からは以下の通り指示がございました。まず発射確認時6時1分ですが、1、情報収集分析に全力を挙げ、国民に対して迅速的確な情報提供を行うこと、2、航空機船舶等の安全確認を徹底すること、3、不測の事態に備え万全の体制を取ること、また日本上空の通過を確認した時点6時7分ですが、同じく総理から指示が出されました。1、ミサイルが通過したと判断される地域に重点を置き、落下物等による被害がないか速やかに確認すること、2、北朝鮮の今後の動向を含め引き続き情報収集分析を徹底すること、3、米国や韓国等関係諸国と連携し、引き続き緊張感を持って必要な対応を適時適切に行うことであります。総理の指示を受けまして、防衛大臣として以下の指示を出しました。1、我が国領域における被害の有無の確認を徹底すること、2、米国等緊密に連携しつつ必要な情報の収集分析に全力を挙げること、3、不測の事態の発生に備え引き続き警戒監視に万全を期すことであります。このあと省内で関係幹部会議を開き、情報収集分析に努めたいと思っております。私の方からは以上です。ミサイルは3つに分離して落下したという情報がありますけれども、これについてはいかがでしょうか。これは分析中でありますが、1発の弾道ミサイルが発射され、それがいくつかに分かれたということは確認をしております。この時期にですね、日本上空を飛び越す形でミサイルが発射されたことについて受け止め分析をお願いいたします。日本上空を通過するということ、これは大変危険な行為であります。全く日本にも通告なしでこのようなミサイルの発射を行うということは、これは大変危険なこと、我が国に対する安全保障上の懸念が一層強まったと思っております。各社さん、いかがでしょうか。すみません、今回のミサイルの軌道あるいは高度についてはどんどん言っていいの、これは今分析中でありますので、後に正確にご報告したいと思っております。米朝関係が緊張している中での発射ということになりましたが、今後のこの米朝関係に与える影響についても所感もあると思いますが、どのように見ていますか。これは現在でも米韓の軍事演習の最中であります。また当初、北朝鮮が発言をしていた、グアム付近への発射ではないということではありますが、少なくても同盟国である我が国の上空を通過するという危険なミサイル発射があったということは、これは米朝の中でも当然アメリカ側も北朝鮮に対して強い抗議をすることになるんだと思っています。来週についてはいかがでしょうか。これは今分析中であります。特異な高度ではなかったとありますけれども、やはり普通のミニマムエナジー軌道だったと、そのあたりはいかがでしょうか。これは分析中で後で報告させていただきますが、いわゆるロフテッド軌道ではないということであります。大臣、PAC-3 を中国、四国に集中的に展開している中で違う方向に打たれてしまった、これについてはどう受け止めていますか。これは必要な体制を取っております。よろしいですか。ありがとうございました。また分析結果が出ましたら